はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネルウェブ電子のピオタです。さあ今回も俺の彼女マジ天使やっていきたいと思います。まあ前回からまあちょっとかなり時間経っております。はい、いろいろありまして録画できない環境だったため恐ろしいほど時間が経っております。そして、前回のところで撮れていなかったこちら、超無敵手動発電機が、ゲットできました。ゲットできてないか、これがゲットで、あ、ゲットした、今ゲットした。はい、マックスの超無敵手動発電機、早口言葉みたいな、こちらをゲットいたしました。あとですね、実績対応に、はい、達成しております。8ビットがレベル15達成、そして、魔法少女がレベル100、未来人レベル100、トンファー使いレベル95、海賊レベル85、人魚レベルが75ですね。あとは魔法少女ランクマックス、未来人ランクマックス、トンファー使いランクマックス、海賊ランクマックスの人魚マンランクマックス、はい、こちらを達成いたしましての1兆と100兆 AP、 次5000兆 AP 欲しい、集めようもうね、5000兆円欲しいっていうあれをねパクったような、はい、そんなやつです。ということで新しく見ていきましょう。人ですよね。画面の中から出てこない彼女からずっと時間をね長いこと過ごしてしまったせいで忘れかけてますけれども、前回は彼女が人魚から8ビットになりました。はい、海のがっつり海の上でパソコンになってるんですごい不安ですけれども、まあそういうのはこのところではね気にしたら負けですよね。だってもう画面の中にいる彼女が自立行動をとって動き回ってますからね、怖っていう。では、こちら行きましょう。もう単位が違いますね。行きましょう。次の弾ある場所わかるか。北の方にあるのは感じるんだけど遠いから詳しい場所までははっきりしない。お前ていうかどうやって動くのこれ。あと北の方って大雑把に言うよね。さっきこっちのところの島に来るまですごいもう魔法でヒャーンと一瞬で飛んだならさ、じゃあ感じるとこまで魔法少女に戻って飛べよっていう、そういう話ですけれどもね、めたい話。旗から見てるとすごいんだろうな、海賊船の上で画面の少女と会話する主人公って。すごい悲しい映像ですよね。もう旗から見るとなんだこいつになるよなる感じですよね。もう画面に向かって話すっていう。まあ最近はね携帯電話のところで Hey Siri っつってる人とかね、 OK Google やとか言ってる人いるんで、まああんまり、いやでもパソコン画面はアウトですね。パソコン画面はアウトだ。そうか、とりあえず北に向かってみるか。雑ー、南の島を、日本の渋谷から南の島を単体で当てちゃうレベルの感知能力の人がとりあえず北っていうぐらい感知範囲から離れてるのに、とりあえず北へ向かってみるかって何ヶ月かける気だ。待って、ちょっと検索してみる。次の弾場所っと、お前何を しだしてんの。検索エンジン何、ネット環境は大丈夫。そもそも電源はどっから取ってんだこれ。分かった、北にある廃工場にあるみたいよ。誰だネットに情報載っけたの。絶対あれだろう、ドクター博士だろう。あれでしょ、北の廃工場に弾落ちてた、わら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 みたいな、そんな感じの。絶対この人そんな感じでやりそう。いいぞ、さすが現代っ子だな。お前も現代っ子だろ、一応主人公。旗から見るとある意味あんたが一番現代っ子っぽいよ。画面に向かって話しかけて、これ俺の彼女って言い始めるのはね、バカにしてるわけではありませんけれども現代っ子っぽいよ。あ、笑ってる、かわいい、かわいいけど画面から出てこない。それじゃあこのままその場所に向かおう。おー、何、異次元でも走るこの船、相当かかると思いますよ。北の廃工場とか結構場所わかんないですけど、相当ですよ。ってことで着いたぞ。カットするな、大幅カットしすぎだ。ちょっと待っててね、場所をストリートビューで確認してみる。なんで廃工場にストリートビューあるんだよまあストリートビュー最近すごいですけれどもね。
あれ、あの実際撮影するときってなんか4面カメラみたいなやつをあのバッグから出してね、こうカラカラカラって歩くだけで撮れるみたいな感じの撮影方法ですけれども、さすがにねストリートビューやる人いても廃工場の中をわざわざストリートビューで見ようとする人いないはずなんで、まあ、確証は持てないですけれども、普通ないと思うよ。あった、こっちこっち。いや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 、てかそんなストリートビューで確認できる云々の前にさ、なんで廃工場で場所まで乗せてんのにその人はその弾を取らねえの。やった、見つけたぞ。受け取れ。どこで、どこで受け取るの。何、画面に向かって投げつけたのこの人。受け取れって投げるけど、おお返信が入って、おお、ある意味痛い子になったな。何その仮面、仮面っていうか紐見えるからお面ですねこれ。じゃあ完全にコスプレ少女じゃん。よっしゃー、変身。変身じゃねえよ、何変身みたいな感じでちょっとやっちゃってくれてんの。痛いよ。何と、私実はお面ライダーだったの。仮面じゃなくてお面。うん、だから判件に引っかからないと思ってるのかあんたは。てか、うん、もはやお面かぶれよ。顔を見せるな。仮面ライダーの仮面ってどういう意味かわからないですけれども、そういうのリアルバレしたらまずいやつなんじゃないのライダー系って。おお、命燃やしてるね、かっこいい。なんだろう、お面にしてるせいですごいチンプな感じになってる。でしょ、ここからは私のステージだよ。アイドルとかに言ってもらいたかったセリフですね。ここからは私のステージだよ。お面つけた少女に言われてもな。可愛くて強くてかっこよくて可愛い、なのにこいつ扇風機になってんだよなっていう扇風機のトラウマが離れないですけれども、もう全部彼女一人でいいんじゃないかな。彼氏くん、用済み、用済み説お歓迎しますよ。こちら側へどうぞ、いらっしゃい。しれっとお前出てくんなよ。よし、今日も一日頑張るぞい。頑張るぞいじゃねえよ。何、あんたも社畜なのか。何、社畜なの、社畜してますか。でもある意味こいつ仲間だよな。お面つけた彼女と今のこいつ同類だよね。うん、すごい、なんかライダー系とこれいると完全に味方と敵みたいな感じになりますね。え、ほらビビってんじゃん、いきなり今日も一日頑張るぞいとか言い出したらね。ねえ、いきなり博士が俺が言ったことになんないかなみたいなことをぼやき出したらびっくりしますけど。あれ、なぜここにおるのじゃ。あ、素だったの今の。素でそんな痛いこと言ってんの。まあ素だからいいけどもさ。でもありますよね、誰もいないのよ、いないと思って声高々に普通になんかアニメのセリフとかをポッと言ったら、あの自分の部屋で言ってたりしたらドアがキキキキキって開いて、なんかすごい気まずそうな顔して覗いてきて、こっちもみたいな、うん、あるあるだと思いたいな。それはこっちのセリフだ。いや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 、なんでここにいるのかって、そりゃ博士の方ビビるよ。だって南の島からね、普通来れないと思ってたらね、うん、こうなってんだよ。じゃあ博士がここにふっといるってことは博士が乗っけたわけじゃないの。じゃあ誰、弾の情報乗っけたの。そりゃおるじゃよ。あ、ここわしのアジト。え、あんたのアジト廃工場。言っちゃったよ、言っちゃったよ。にしては誰にも絡まれないってことは手下さん全員辞めちゃったな。なんだって、ここに来られることは想定外じゃった。すでに回収したわしの弾渡さんぞ。それもうすでに渡したよね。うん、受け取れっつって投げたそれだよね多分。モノども急げ、弾を隠すのじゃ。さっきのとは違うんだ。じゃああんたのところの探知システム雑じゃない？なんですでにさ、あの回収した弾の部分受け取れって主人公がパッと投げられちゃう位置にあんの。久々に会うと実家のような安心感があるね。
お、本当にじゃあお父さんだったりする？少しだけどこの奥に弾があるのを感じるよ。天使の力を貯めていざ決戦だね。じゃないよ、その格好をなんとかしてくださいな。お面ライダー、お面ライダーだからなんだっていう話ですけれども、陳腐だな、髪の上のところについてるお面。すでに発電機のやつがすごいことになってますからね。単位な、何 ?1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、ワンタップで100億、192億で、でもブルルルルって増えてますもん。桁がね、すごい。タッチしてると音うるさいんであんまりタッチはしないですけれども、相当量タッチしてますからね、現在も。はい、ということでちょっと編集で隠しましたけど、他のゲームじゃなくてヒストリーね。34106回タップ、まあまあ実績も弾奪還率が 83%、 ランクアップが 72% で、実績達成率が 67%、 まあ結構いきましたね。7割近いぐらい実績も達成できましたか。はい、じゃあということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。